金守立は朝鮮民主主義人民共和国の政治家、朝鮮労働党中央委員会政治局委員、同党中央委員会初期局初期、同党国際部長、同党統一戦線部長を務めた。1997年に朝鮮労働党国際部長に就任したほか、朝鮮民主主義人民共和国国防委員会の参事などを務める。2007年に、 対南政策を所掌する、党統一宣戦線部長に就任。2010年9月の、第三回党代表者大会で、党中央委員会初期局初期となる。2011年12月の金正日の国家、葬儀委員会のメンバーに選出された時には、党中央委員会政治局員候補でもあることが、判明している。2014年10月4日、 事実上の北朝鮮ナンバー2の皇妃の絵図位と、体育政策を所掌する、蔡竜会と共に、電撃的に奉還し、韓国の金広市陳国家安全保障室長、竜基地在統一省と会談し、今後の南北交換協議の開催に同意した。また、インチョンで開催されていた2014年、アジア競技大会の閉会式にも出席した。 この奉還について、日本の外交筋は、北朝鮮最高幹部3名の同時奉還は、極めて異例へと評価したという。2015年2月、当中央委員会政治局拡大会議で、政治局員候補から政治局員に昇格。同年8月4日に発生した、軍事境界線の非武装中立地帯に仕掛けられていた。 地雷の爆発で韓国軍兵士2名が足を切断する重傷を負った事件を受けて8月10日に韓国政府は北朝鮮による仕業と発表報復措置として北朝鮮に向けた大型拡声機で金正恩体制を批判する政治宣伝放送を始めたこれに北朝鮮側が反発し8月22日17時30分までに放送をやめなければ 軍事的報復措置を取るとして、巡戦時体制への移行を宣言し、南北間の緊張が高まっていた。これを受けて、同二十二日夜から二十五日未明にかけて、韓国側から金広市チーと、郝広氏釈統一省、北朝鮮側からは、郝ひのえずいと、金守立が出席して、反門店で会談を行い、北朝鮮が、地雷事件に、遺憾を表明することを、 交換条件に、韓国が放送を中止することなどで合意した。韓国側から、国家安全保障室長の金広志賃と統一省、北朝鮮側から交比の絵図位と、金守立という顔ぶれは、2014年10月の会談と同一であり、南北の交渉窓口としては最高位のものであった。この際、朝鮮中央通信は、金守立を、 再び政治局員として紹介した。2015年12月30日、朝鮮中央通信により、前、29日に金が交通事故のため死去していたことが発表された。また、金正恩を葬儀委員長とする国葬が行われることも発表された。73歳没。なお、北朝鮮では交通事故に見せかけて、 交換の粛清を行うことがあるとも指摘されるが、金の事例についてはその線は特に薄いと言われている。韓国メディアは肝臓癌で闘病中の強尺中に代わって外交を統括していた対南恩恵派の金が死去したことで、以後の北朝鮮の対南政策が硬直化する恐れを提起した。事実。 金守立手死去の直後に北朝鮮は4度目の核実験に踏み切っている。ありがとうございます。